作品決まったぜ、よろしくお願いします。さあ、ヒーローや特撮が大好きな芸人富浦隆之が池袋サンシャインに登場したぜ。うわー、プシュン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 、ワンスリーパンツーパンワン変身クションダッタラダッタラデデデッタラパーンシュン宇宙来たー。はい、ただいまお送りしたのは大好評放送中仮面ライダー4での変身ポーズだったよな。おいおい、どうしたみんな、今のを知ってるっていう人はどのくらいいるんだい。あ、なるほど、これでも史上最多だな。あげなかった人残念だったな。今のが分かんないと俺の時間笑うところは一個もないぜ。これはネタじゃねえ、俺の趣味の時間だ。もし笑いたかったらみんなの人生で一番愉快だった瞬間をタイミングよく思い出してくれ。それができなきゃもう面倒は見ないぜ。いくぜ、富浦隆之の細かすぎるテレビヒーロー名場面集、題してショートヒーローズ。シャキン拍手。早速いくぜ。1987年放送仮面ライダーブラックより、変身直後滑舌が悪すぎてうまく仮面ライダーブラックと名乗りきれず唾を飛ばす俳優倉田哲夫。シュッシュッメンライダーシュッシュッパー、はい、ショートヒーラーズシャキーン。伝わらなくても俺はブレないぜ。続きまして、翌年仮面ライダーブラック RX にパワーアップしたがまだ滑舌が悪すぎて手をバタつかせながら吐き気を催しているように見える俳優倉田哲夫。うわ、太陽の子メンドイドパー RY。 はい、ショートヒーローズシャキーン。みんな大丈夫か。俺は大丈夫だ、楽しくなってきた。続きまして、その仮面ライダーブラック RX が第3話で敵ガイナギス艦に熱い友情のメッセージを与えたが全く伝わらず視聴者大共感の一言を放ったガイナギス艦。ガイナギス艦、お前は俺にこう至るチャンスなんだ、だからお前殺せるのは俺らやらなんだ。あら、ああ貴様一体何を言っている。はい、ショートヒーローズシャキーン。ショートヒーローズとしては最後、1971年放送仮面ライダー第1シリーズより第10話の撮影中バイク事故で足を折った、藤岡弘さん、本郷武史役の方です。この方が折った時にあまりに天然すぎて的外れな悲鳴を上げてスタッフを驚かせた瞬間。ブーンブーンブーン、バキューッ、腕が。はい、ショートヒーローズシャキーン。ありがとうございました。というわけでここから先もっと深い趣味の時間だ。俺はな、家で一人でヒーローソングを聴いていると体が勝手に動き出して全てのボーカル、ドラム、トランペットなど楽器を体一つで完全再現する、こういう必殺技を得た。だから今日はそれを見せる。題して一人エアフルバンド。曲はスーパー戦隊シリーズ第3作バトルフィーバー J オープニングテーマ。いくぜ、ミュージックスタート。
どうもありがとうございました。決まったぜ。というわけで最後はコンビの登場です。タンデムシップどうぞ。タンデムシップです。よろしくお願いします。いやありがとうございます。ありがとうございます。タンデムシップと言いまして、はいはい、初めての方が多いと思うんで自己紹介からしようかなと思うんですけれども。お、いいですね。そうしましょう。まず私がですね、はい、タンデムシップのボケ担当、愛媛県出身の矢部隆弘です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。そして私がタンデムシップのツッコミ担当、東京都新宿出身の片野明隆です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いやいいですね。これあったかいですね、矢部くんね。あったかいですね、ほんとね、はい、出身地と名前言うだけでね、こんな拍手もらえるんだったらね。まあね僕らと100回ぐらい名前言っていいですか。絶対ダメだよ、お前。ちゃんとね、ネタやっていきましょうぜ。ネタやらせていただきましょう、ね、今日はですね、はいはい、私、タンデムシップ矢部の特技であります、お計算式を解いて漢字を書く、これを皆さんに披露しにやってまいりました。計算式を解いて漢字を書く、それ一体どういうことですか。じゃあ今から実際やってみましょう。はいはい、アキさん、僕に何でも質問してきてください、うん、それを何でも計算式で答えますので。なるほど、じゃあ質問すればいいんだね。お願いします。では質問します。矢部くんの趣味は何ですか。趣味、そう、趣味。僕の趣味はこちらです。はい、ババン。5-7+0-11。 5-7+0-11。 ちょっとこれだけじゃよく分かんないんですけどね。じゃあ今から実際やってみます、はいはい、これ解いて僕の趣味が出てきたら大きな拍手よろしくお願いいたします。なるほど、分かりました。では矢部くんの趣味は何ですか。はい、いきまーす。5-7+0-11は写真。素晴らしい。なるほど、なるほど、こういうことですね。こういうのがどんどん続いていきますんで、はいはい、アキさん、次の質問お願いします。わかりました。ではね、矢部くんの出身地はどこですか。出身地、そう、出身地。お客さん、どうしました。僕には出身地があるんです。みんなあるよ、お前。出身地はみんなあるの。出身地こちらです。はい、ババン。701-1+1-1、こちらが僕の出身地です。じゃあ矢部くんの出身地が出てきたらお客さん大きな拍手お願いいたします。矢部くんの出身地どこですか。はい、行きます。701-1+1-1は神戸。見事、矢部くん自分の出身地である神戸。ちょっと待ってね、うん、嘘つくな。お前の出身地は神戸じゃないでしょ。愛媛出身でしょ、あなた。お客さん、何、西日本は全部一緒。違うよ、お前。なんてこと言うんだ。もうダメだ、分かった、もあれだろ。この子ね、多分神戸、愛媛っていう字がね、導き出せないからこうやって嘘ついたんですよ。あ、そう思うでしょ。そうだよ、愛媛を導き出す計算式もちゃんと持ってるんですよ。じゃあそっち出してよ。ババン。-1×7、これで愛媛が出てきます。-1×7。じゃあ矢部くん、見事次は愛媛出しちゃって。はい、行きます。-1×7 は何、これ。愛媛。ひっくり返して愛媛。なるほど、素晴らしい。愛媛という字を見事カタカナで。ちょっと待ってください、カタカナじゃん。お前の特技は計算式を解いて漢字を導き出すことでしょ。お客さん、元は一緒。違います、全然違うんだよ。次の質問ください。矢部くんね、じゃあ矢部くんの好きな歌手、これいきましょう。あ、好きな歌手。そう、好きな歌手。そうですね、ここで本来ジェイズガーデンと出てきたら素晴らしいんですけど。おい、ね、お前はそういうのすぐ言うね。はいはいはい。いやいや、なんと出しましょう。ちなみに言っときますけど、カタカナはダメよ。あ、カタカナ出しません。ダメだよ、うん。カタカナの歌詞なんかいないですから。いや、いっぱいいるわ、お前。とりあえず、スガスカウに謝れ、お前は。ね、やっていきましょう。こちらです。はい。-771×-7。お、-771×-7。じゃあ、矢部くんの好きな歌手は誰ですか。いきまーす。-771。-7。は、何これ。エグザイル。お、ひっくり返してエグザイル。なるほど、ローマ字。
お前ローマ字だってどうすんだお前は。もうダメだ、ふざけてるみたいなんで、もうこのネタ終わりにします。終わりですか。終わりです。わかりました。じゃあこのネタ終わるための計算式はこちらです。そんなのもあんの。ババン、47-1-111。 47-1-111。 これで終わりになります。じゃあやめくん、バシッと終わらせて。いきます。47-1-111は終わり。以上、タンデムシップでした。ありがとうございました。それでは、引っ掛け組全員集合。よいしょ。ありがとうございました。ありがとうございました。ということで、はい、毎週ですね、水曜日と土曜日にですね、はい、池袋の東口のところでストリートライブを僕ら8時半から10時ぐらいまでやってますので、はいはいはい、来ていただきたいのというのですね、はい、うちのメンバーの富浦隆之君からですね、はい、一つ大きいお知らせがあるということで、ちょっと富浦君、お願いします。お願いします。はい、ありがとうございました。来たる5月20日ですね、新宿のバイタスという劇場で私人生3度目の単独ライブを行います。やっしゃー。はい、はい、ありがとうございます、はい、スーパー富浦対戦 V3 3回目きたーというタイトルでございまして、はい、まあヒーローとかによってますけど、はいはい、それが分かんない方でも、はい、さっきみたいになんだこんなバカなことしてっていう感じの、はい、楽しいライブにしますので、はい、今日もチケット持ってます。できればビラだけでももらって帰っていただければと思います、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、じゃあ我々失格チーム、せっかくのお時間いただきましたので、はいはい、この我々失格チームのお笑いステージのコーナー、はい、我々がいつもストリートでストリートライブを行ってるね。そうですね、その締め方だけで、はい、なんかこの後にもね審査とかいっぱいありますけど も、はい、なんか一応失格チームのコーナーはラストなんで、いつも失格で締めてるやつで終わりたいと思います。はい、皆さんで一緒にね。そうですね、ちょっと説明しますと、はい、皆様の指を借りまして、はい、ようでタタタンタタタンタタタンタン、それが2本になって3本になって4本になって5本になるのがございます。ぜひね、やっていただけるとありがたいと思います。はい、ラストなんでね、ぜひお願いします、はい、さあそれでは皆様の指を拝借、はい、ね、やってみると結構楽しいもんなんで、楽しんでね、ぜひお願いします。いきますよ、よー、タタタンタタタンタタタンタ、2本タタタンタタタンタタタン、3本タタタンタタタンタタタン、4本タタタンタタタンタタタン、ラストタタタンタタタンタタタンタ、本日はどうもありがとうございました。引掛け一味でした。ぜひと皆さんのチケットよろしくお願いします。引き続きお笑いライブ楽しんでください。どうもありがとう。